口が利きに、こんな時期にそんな好きに、生き生きした街が傾きに、ねえ、へこんだ街並み、おう、黄色く錆びた三日月と。この会社の設立は1988年なのかな、うん、当時の、まあ、うちのメンバーがね、まあ、ラッツのメンバーのソロ活動とともに、まあ、僕もなんか新たなる、違うことを、挑戦しようっていうことも含めて、じゃあ、思い切って、スタッフに挑戦しようっていうことがきっかけでね、だったら今までのミュージシャンとしての、まあ、経験を生かして、今度は逆の立場としてね、スタッフとして、自分だったらこういうことができる、ああいうことができるってことにもちょっと挑戦しようと思ってね、ある人を通じてこの会社を紹介しました。ファイレコードの岡田と申します。92年に入社をしまして、まあ、一度ちょっと仕事自体を辞めた時期があったんですけども、まあ、割と長いことファイルで主にヒップホップの作品を担当しているA&Rです。パイオニアさん の, DDJSX という、まあ、セラト DJ がリリースされたにあたって、アメリカでその発表イベントをやった時にいろんななんかレジェンドから若手まで出演してすごく盛り上がったっていうことがあったらしくて、で日本でもそういうイベント形式でやりたいっていうお話から、たまたまファイルレコードの25周年の記念コンピのメンツを見ると、このリリースイベントと絡めたら同じような形で面白いイベントできるんじゃないかっていうことで話を振ってもらったのがきっかけです。まあ、もともと、まあ、ラッツ自体が、まあ、ブラックミュージックをすごく大好きだったっていう10人組だったんでね、まあ、その後の、まあ、我々はドゥーアップっていうストリートのアカペラ音楽を一番基礎にやるんだとすると、ヒップホップはいわゆる、まあ、90年代の、まあ、ストリート音楽というのかな、なんかそういうところも含めて、まあ、シャネルズがラッツに進化していく、延長線上に俺たちのブラックミュージックの今後っていうものを考えた時にヒップホップとかそういうものが見えてきたのね。でたまたまでもないんだけれども、まあ、ファイルレコードに入ったら、まあ、一生懸命当時はステアダラパーをはじめとする、まあ、メジャーフォースの人たちが、まあ、日本語のヒップホップをちょうど手掛けたっていう時に運よく入ってきたので、まあ、ドゥーアップから始まったストリートの延長線上にあるブラックミュージックとして意外とすんなり、僕は入ってきました。ライミングしなければ始まらない、どっしろリズムの変動範囲、 DJ と繰り出すリズムを見る、せかさずマイクで合わせせ、ピークになるかけ今ロックオン、メガトンのレゾンの演奏したらまで世のアナスター、俺は MC に勘乗り出しを止まらず、ブギーはどこかナスタオージー、ファイル自体はメジャーフォースが代表的なレーベルとして知られていたと思うんですけども、知られてたというか、まだそんなに日本語ラップ自体は市民権がないぐらいの状況で、まあ、個人的にすごく日本語ラップに興味があったというか好きだったので、まあ、ちょこちょこイベントに行ったりとかしていながら、まあ、仕事もそういうことをしたいという気持ちで、まあ、ファイルに入社して、正直その、まあ、CD ショップとかにオーダーをかけてもそんなに注文が来ないぐらいの時期というのが一番まあ分かりやすいかなと。これは私が会社に入社して初めて担当した作品で、プロの、ソロの著名人です。何しろ日本語ラップの制作に携わりたくて、とにかくムロを出したかったっていう思いのもとに、もうこの時はマイクロフォンペイジャーとして活動するのが決まってたんだけれど、1枚だけでもとにかく室名義っていうものを出そうという
の足でこれをリリースしたっていう感じですね。ライムスターのファーストアルバム、レニー・ワセリアの白版です。とにかくそのライブで使う時のインスト版を作りたいっていうのと、あとはあの DJ にかけてもらえるように、あの歌入りもかあの作りたいっていう両方の希望を、まあ、どうにかして叶えようとした結果、1枚のアナログなんだけどインストとラップ入りが混在しているという、まあでも当時からすると貴重な、多分当時100枚かな作ったやつなので、まあ僕がまあディレクターだった、当時のイーストエンドと東京パフォーマンスドールにいた市ゆりちゃんのまあユニット、これをイーストエンドプラスゆりと言いますが、そのアルバムを僕があの縁があってディレクションをすることになったんですけども、その中から発生したイーストエンドプラスユリのダイアナという曲、まあ、これのまあメガヒットっていうのいうものがね、まあ、いろんな意味でまあ当時の日本語のヒップホップを変えた一曲であったことは間違いないのかなと思ってます。あの当時ね、一番最初はまあ恵比寿の事務所にメンバー4人集まってもらって、ちょっと僕は忙しかったんだね。当時の会議室にメンバーにちょっとね、まあ、1時間ぐらいまあ、なんとなく世間話でもしといてよって言って、まあ、メンバーにただしね、ノートと、まあ、筆記用具だけ渡して、まあ、あとコーヒーを渡してちょっと喋ってもらったんです。ただし、その中でメンバーの会話の中で一番何回も出てくる単語っていうのをちょっとメモで残しておいてって言って、僕はちょっと席で仕事をしたんです。で1時間後にガクたちが、佐藤さんも話すこともないんでなんて言ってメモを渡された中に一番多く扱われてきた言葉がそうだよねっていう言葉だったのね。で、まあそうだよねっていうところから、じゃあそうだよねという言葉を、使ったあの曲を作ってみようじゃないかってできたのがダイオネだったんです。環境が変わったといえばダイオネだとは思うんですけど、私個人的にはまあ、今 CD 自体は廃盤になっちゃってるんですけど、ネクストレベルボリューム1というコンピがあったんですが、それのまあ制作がすごく自分にとってはいろんな意味でいいきっかけになったかなとは思ってます。やっぱりそれをやることによってヒップホップっていう文化自体がすごく新しかったので、みんななんかこうやり方がわからない、なんとなく US の匂いだったりとか、あと雰囲気だったりとか、そういうところをこうなんか見よう見まねでやってたっていうところが、実際にその同じ土俵になったみたいな意味ではすごくアーティストにとっても刺激にもなったと思うし、勉強になったと思うし、私自身も例えばレコーディングでどういうふうに彼らが進めているかっていうやり方を具体的に見れたりとか、あとこう都市伝説的にアメリカでレコーディングするのと日本でレコーディングするのと電圧が違うから音が変わるとか、そういったところとかも自分の目で確かめられた、耳で確かめられたみたいな意味ではすごく勉強になったので、それをその後にいろんな形で活かせたかなとは思ってます。よく言われるよ、勝負しないか東京で、トップと勝負しない同じ土俵で、そこでストップするなこいつの土俵で、共に楽しもうぜゴールデイ、ありがたいがまだ遊び足りないんだここで、ここにこれだけかけてきたんだ食べ物で、だから俺らは言葉は滑る誇れないここで、フルーツともにその場所で、なんていうのかな、25年経ってしまうと、なんか改めてって自分自身が振り返ることって実はそんなにはなかったんだけども、まあ3枚のリリースを通して、またはたまたイベントを通してね、改めて自分たちが携わったレーベルとしてね、誇れるレーベルだったってことはすごく感じたし、直接ねうちの会社
からリリースしたアーティストじゃなかったんだけれども、ダースレイダーとかジブラがね、ああいう活躍をしてくれるとね、なんかヒップホップの絆に対してすごく頭が下がるようなね、なんかあの胸がジーンとなる思いになりましたね。最終的判断はお前に託す。悪ければ Fuck you、 良ければ声出せ。ほー、個人的にはまあこれ会社としてもそうなんですけど、あのアーティストとその作品の間にきちんとその A&R が介在しているっていうことをやっぱり見せていきたいなとは思ってますね。そういう制作の仕方をしていくことによって、その、まあそのきちんと俯瞰でものを見れる人が意見を言ったことによってこういうふうになるっていうことをやっぱり理解して、もらう。それはもうアーティストにとってもリスナーにとっても、そういったことが分かるような作品をリリースしていきたいなと思ってます。今後もね、できうる限り同じようなことをずっとしていきたい。多分ね、うちのスタッフは多分それしかできないって言い方も変だけど、それをずっとやっていけばいいんだと思う、で僕は僕で、またそういうことも、横で見ながら楽しませてもらいながら、僕は、まあ、コーラスもんであるとかソウルっぽいものとかっていうことは多分やり続けていくんだろうし、なんかブラックミュージックが根っこにあるような音楽をうちはね、小さい規模だけれどもずっとやり続けるっていうのがこれからも幸せのことであり、なんか使命みたいな気がしてます。